バルタザール・デンナーによる肖像画初代サウスウェル男爵、トマス・サウスウェルはアイルランド王国の政治家、貴族。弟にウィリアム・サウスウェルとリチャード・サウスウェルがいる。リチャード・サウスウェルとエリザベス・オブライエンの息子として生まれた。1681年に父方の祖父が死去すると順男爵位を継承した。アイルランド総督初代ディアコネル伯爵。 リチャード・タルボットによる統治を嫌い、ウィリアマイト戦争初期の1689年2月に、弟・ウィリアムと共に100人を率いて、ジェームズ2世に対抗しようとしたが、アイロで包囲され降伏を余儀なくされた。3月17日には、大虐罪として、公式刑を宣告されたが、第4代シーホース伯爵、ケネス・マッケンジーによる調停もあり、処刑が数度延期された末、 サウスウェルは1690年1月2日に釈放されイングランドに渡った。4月1日には正式な恩赦を受けた。その後は戦友だった他の捕虜の救出に奔走したが、それが成功するのはウィリアム三世が母ン側の戦いで勝利した後のことだった。1697年6月16日に再入委員の一人に任命され、1702年に 再任命された後1712年まで務めた。アイルランド庶民院では1695年から1713年までと1715年から1717 17年まで、リムリックカウンティ選挙区の代表として、議員を務めた。また、1710年に、アンジョ王より、アイルランド数密院の数密顧問官に任命され、1714年には、ジョージ一世によって、 同様の任命がなされた。1717 17年9月4日、アイルランド貴族であるリムリック県におけるキャッスルマットレスのサウスウェルダンに除された。1720年8月4日にダブリンで急死、ラスキールで埋葬された。息子トマスが爵位を継承した。1696年4月、メリオーラ・コニングスビーと結婚した。ありがとうございます。